本田忠政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。伊勢国区罠藩の第二代藩主。後に、張馬国姫治藩の初代藩主。忠勝家本岳、宗家二代。性質は、家康の孫の熊姫である。天正三年、徳川家康の重臣、本田忠勝の長男として生まれる。天正十八年の小田原生伐に遺人し、 武蔵岩月城攻めで功を立てた。慶長3年3月、十五石下に除せられて、身の守ると称した。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠軍に属して、中仙道を進み、第二次、上田合戦にも従軍。慶長14年6月に、父が隠居したため、家督を相続して、桑名藩の第二大藩主となる。大阪の陣にも参加し、冬の陣では、 慶長19年10月11日に徳川軍の戦法を命じられた。忠政は大阪城方位においては北側の天神橋方面に陣取っていた。冬の陣が終わって家康が帰都に着いた際、桑名で一泊している。冬の陣の急戦は議定決で大阪城の堀を埋め立てた際、埋め立て奉行を松平忠明たちと担当している。慶長20年の夏の陣では、 京都御所の警備を務め、その後に家康の軍勢と南下して5月7日に、豊臣味方のススキダカや毛利勝長カと戦った。ススキダ軍との合戦には勝利したが、毛利軍との戦いには敗れている。この合戦でただまさは292の敵首を取った。戦後には、それらの功績を称されて、最国のおえとして、現那3年7月14日に、 姫路上司となって15万国を領した。寛永3年8月24日に除せられ、自重に任官した。寛永8年8月10日に姫路で死去した。去年57。着男の忠時が寛永3年に創生していたため、家督は次男の正友が継いだ。子女は三男二女。ありがとうございます。